2019年ワールドカップバレーボールは2019年に日本で開催されたバレーボールの国際大会。男子は第14回、女子は第13回大会。今大会は2020年東京大会の予選を一切実施しない。また、2015年の前回大会で会場として使用されていた代々木体育館や東京体育館、名古屋市総合体育館が 改修工事のため使用できず、女子大会の開幕戦を横浜アリーナ、最終戦を大阪市、男子は広島市で行う。男女アベック出場を果たしたのは、開催国の日本のほかアメリカ合衆国、アルゼンチン、ブラジル、ロシア。前回大会と同じく5試合3試合3試合の計算ラウンド制。3から2から1ポイント制の勝ち点方式。 今回は各チームの登録メンバー25名から毎試合の24時間前までに最大14名の選手を登録できるという方式を採用した。2018年10月に国際バレーボール連盟と4年間のパートナーシップを結んだ中国企業のミネラルウォーター、ケーデン百山が本大会でも試合中の選手に提供された。なお、2008年の北京五輪以来用いられてきた。 ミカサの MVA200 に代わり、同社製の最新モデル V200W が FIVB 公式試合玉として本大会にてデビューを果たした。男子大会9日目となった10月13日夜の日本対乱戦では試合開始前に会場全体で前日に日本を直撃した令和元年東日本台風の被害に遭われた方へ黙祷を捧げた。 フジテレビ開局60周年特別番組の一つとして放送。大会スペシャルサポーターは大会テーマソングビッグショットを歌うジャニーズウエスト。前回大会のセクシーゾーン同様副音声も担当した。パナソニック開発のリアルタイム計測技術 3D トラッキングが今回テレビ中継としては初採用された。フジテレビのバレーボール解析表示システム モーションスカウター、トレースビジョンに用いられた。日本戦の実況は、フジテレビアナウンサーのほか系列局から広岡都市堀田敦史、大谷正宏、斎藤誠進、金沢里が担当。日曜日の開催では、フジテレビ地上波中継の直前番組にあたる、サザエさんのラストにて、当日の見どころ紹介が、自習予告のパロディ形式で、 大林元子によって実施された。なお、本大会開催の関係で、2017年以降9月に放送されてきた、FNS の日の放送時期が本年に、限り11月に変更されている。9月14日から29日まで、横浜、札幌、大阪、浜松、富山で実施。大会開催国日本2018年バレーボール女子世界選手権。 優勝国セルビア各大陸よりにチームアジア、中国、韓国北中米アメリカ合衆国、ドミニカ共和国南米ブラジルアルゼンチン欧州、ロシアオランダアフリカカメルーンケニア第1ラウンド第2ラウンド、第3ラウンド年齢は最終日時点。太字は個人賞を獲得した選手。10月1日から15日まで福岡、広島、長野で実施。 大会開催国日本2018年バレーボール男子世界選手権優勝国ポーランド各大陸より2チームアジアイランオーストラリア北中米アメリカ合衆国カナダ南米ブラジルアルゼンチン欧州イタリアロシアアフリカエジプトチュニジア第1ラウンド第2ラウンド第3ラウンド年齢は最終日時点ふとじは個人賞を獲得した選手ありがとうございます